十文字智和は青森県三古郡海上町出身で道の区部屋に所属した元大相撲力士。本名同じ、愛称は門。身長185センチメートル、体重160キログラム、血液型は B 型。特異種は右四つより、最高位は東前頭六枚目。2011年の大相撲やお町問題にて引退勧告処分を受け、 引退した。両師の長男で、小学校時代は、野球部に所属しており、相撲は、海上調律動物中学校に入ってから始めた。本人と親族の希望で、高校進学を入門の条件として上京し、師匠が同郷である立田川部屋へ入門し、部屋から関東第一高等学校へと通った。しかし、ちゃんこ番免除等の特別扱いが兄弟子の不評を、買ってしまい、 結局、高校は中退に追い込まれた。1998年1月場所において、会が学の試個名で新十両へ昇進し、その1月場所では5勝10敗と大敗して1場所で幕下へ陥落した。1999年11月場所において十両へ復帰し、2000年5月場所に新入幕を果たした。幕内には24場所連続在位を含めて、 全34場所在位しながらも、2桁勝利、3勝受賞、全頭5枚目以内在位、横綱、大関との対戦のいずれも経験しなかった。2000年には、立田川親方の定年退職に伴い立、田川部屋が閉鎖されたため、四季島や豊桜らと共に道の区部屋へ移籍した。2007年3月場所の13日目から、 右検査関節人体損傷及び右肩打撲により、急上し、重量へ陥落した翌5月場所以降も、不審が続き、2008年1月場所において幕下へ、陥落した。2009年3月場所に、東幕下2枚目の位置で勝ち越しを決め、翌5月場所において重量へ復帰したものの、2010年1月場所において、 西十両14枚目の地位で6勝9敗と負け越し、翌3月場所に再び幕下へ陥落した。同年7月場所において東幕下12枚目の位置で7戦全勝の成績を挙げて幕下優勝を果たし、内気によって翌9月場所に再び十両へ復帰したものの、 その9月場所と続く11月場所では共に4勝11敗の成績と全く振るわず2011年1月場所において幕下へと陥落した2011年に発覚した大相撲八王朝問題では八王朝に関与した力士として特別認定調査委員会から名前が上がり同年4月1日に引退勧告を受けた同年4月5日に日本相撲協会へ 引退届を提出して受理された。それから約2ヶ月後の6月4日に国技館で断発式を行った。八尾町認定力士が国技館の貸し出しを認められたのはこの例で2件目であった。引退後は、ちゃんこ霧島両国本店で働いている。右四つ突き押しを得意とし、腰が重く守りは固かったが、攻めが遅く半身になる癖があり、解説者からは、 腰の重さを攻めに生かすべきだと苦言を呈されていた。野球経験があり、新弟子時代から年に数回東京ドームまで観戦しに行くほどの王の巨人ファン。お互いの妻が友人同士だったという一条康弘と信仰がある。好きな食べ物はハンバーガー。趣味は音楽鑑賞。東京、同年齢の貢献性にはライバル意識を持っていて。 本場所の土俵で2回ほど張り手で越したことがある。朝赤流や極集山と非常に相性が悪く、書き添えや下取りとも相性が悪かった。引退時の番付は2011年2月28日の巡席による。ありがとうございます。